もう一つのコストカットが賃金です。総理は日本を賃金が上がらない国にした責任は誰にあるとお考えですか。はい、岸田内閣総理大臣。日本は長年にわたってデフレに苦しんできました。によってデフレの悪循環が続いてきました。アベノミクスにおいてデフレで。山添拓君。そうすると全部デフレのせいですか。はい、岸田内閣総理大臣。デフレの中で悪循環が続いてしまった、そういうことだと考えています。山添拓君。財界の求めるままに非正規を拡大し雇用を壊してきたと、その政治の責任についてはいかがお考えでしょうか。岸田内閣総理大臣。賃金を上げそして雇用を拡大する、これは政治にとって重要な役割であります。実際アベノミクスの時代に、しかし一人当たりの実質賃金が上がってこなかった、まあ、こういった現実に対して物価に負けない賃上げを目指さなければいけない、こういった取り組みを続けているところであります。山添拓君。やはり政治の責任についての反省が感じられないんですよね。自民党経団連の政治だ、無理だね、立憲野党政権交代お願いだ。